のが無理なら守りを固めろ。慈悲深く覚えてくるぜ。
また赤い桜だな。汚れを感じる。こうなると思った。来い。桜はいいもんだな。マリにも見せてあげたいよ。あそこだ。
様になってきたじゃねえか。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だが、このコーヒー電源を復旧できるかな。電源なら、あのライトが転がっている方にあったはずだ。なんだろこれ。うまくやるじゃないか。なんだ？汚れが悪さしてやがったのか。
その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどっリンクのやつ好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの。ずっと電話に張り付いていられないので定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いが分かるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつける。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。このバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。
見つけた。ここだ。浄化しようぜ。それだな。次は私を裏切らないで。よし、一つ完了だ。見つけた。そのアングルじゃないぜ。この絵だ。嫌な気配がなくなった。もう大丈夫だな。新しい写真を持ってこなきゃ。アジトに行ってみるか。
そういえば昔の同僚が警察手帳に心霊写真を入れていたな。え、なんで？直接本人に理由聞けると思うか？無理だね。場所は合っているな。あとは浄化するだけだ。そっちじゃないぞ。この絵だ。住み心地がいいわ。こんな悪霊がいればおかしなことは起こるよな。Thank you.
求めているのは支配でも統治でもない救済だ。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことを。よるべなき魂。ここだ。浄化しようぜ。こんなのじゃないな。この絵だ。またここに来ちゃった。その恨みはなかなか消えないもんだな。ここだ。これだ。ここで何があったんだろう。きっと良くないことなんだろうけど。随分霧が晴れたから調べられる場所も増えたはずだ。アジトに戻って新しい写真を持ってこようぜ。
ここだ。よし、取れた。よし、一つ完了だ。場所は合っているな。あとは浄化。この絵だ。何写真撮ってんだよ。ここはもう安全だな。
場所。嫌な気配がする。バッチリ取れたな。もう働きたくない。ここはもう安全だな。嫌な気配がする。それだな。まあ見ておけよ。頑固な呪いだぜ。浄化する写真を取りに戻ろうぜ。そうだね。探索する範囲も広がったしね。よ、息子を助けてやっただろ。ああ、ありがとう。さすが KK、噂通りだな。おいおい、実際に助けたのはアキトだぜ。いいえ、どういたしまして。
よく見つけたな。バッチリ取れたな。ブランコ、面白い。ここはもう安全だな。
体を借りるぞ。よく見つけたな。それだな。消えた。もう十分だ。ここで撮影されたんだな。よし、撮れた。この場所は俺の全てだったの。この場所は…ここで何があったんだろう。きっと良くないことなんだろうけど。Thank you.
嫌な気配がする。この絵だ。早くこの自転車に乗りなさい。早くこの自転車に。これで呪いは消えたな。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。
あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。おい、あれ、救急、足がしまった。KK! どこだ？KK！こいつら。アキト！なんとかできるか？やってみる。全部片付ける。矢が切れた。補充しなきゃ。また増えたか。やった。次当てればいい。大丈夫だ。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。
それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。